衆議院中竹定勝議員の質問を許可します。中竹議員。おはようございます。おはようございます。本日は一般質問の機会をいただきましたことに感謝申し上げます。通告に従いまして3点について質問いたします。まず1点目は公園の整備についてでございます。私は昨年の9月の定例月議会での一般質問において公園内の園路をウォーキングやジョギングをして楽しむ人が多いため、現状の硬いアスファルトの路面は体に負担がかかることから、これからは体に優しいクッション材を使用した園路の整備が必要ではないかとお聞きしました。市からは今後は園路のクッション材の普及状況などを、調査し、比較的希望の大きい近隣公園などのリニューアルの機会において、整備の検討をしてまいりますとの見解をいただいております。他市の普及状況と合わせまして先進都市の事例として埼玉県川口市の取り組みについてもお聞かせください。2点目は地域における公共交通整備についてであります。少子高齢化社会において高齢者のドライバーの事故をよく耳にするわけでありますが、市民の方からももう年なので免許証を返したい、しかし外出する足がないんやという声も聞くわけであります。枚方市都市計画マスタープランでは公共交通機能の確保や利用しやすい環境づくりなどによって公共交通ネットワークの充実が謳われているところでありますが、それらについての現状と将来構想をお伺いします。3点目でありますが、枚方市駅前再開発事業についてであります。先の定例月議会において枚方市駅周辺再開発事業に関連した取り組みとして、本市と京阪ホールディングス株式会社総通とで3社協定をされることや、北大阪商工会議所を中心とした枚方市駅周辺活性化協議会を設立されることについてご答弁されていましたが、それらを含む現在の取り組み状況をお伺いします。以上で1回目の質問を終わります。ご質問について順次お答えいたします。まず1、公園の整備について、1、公園内の園路のクッション化についてお答えいたします。クッション材を使用した公園園路の普及状況でございますが、東大阪市や高槻市などの中核市、また森口市や寝屋川市などの近隣市への調査の結果、クッション性のある園路舗装を実施しているところはございませんでした。また先進都市である埼玉県の川口市では近隣公園規模の約10公園において20年以上前からクッション性のある園路舗装を実施されており、主にジョギングやウォーキングの専用コースとして供されております。市民の方からは好評とのことでございますが、補修に伴う費用が高いことから新たな整備はなく、主に広場などの外周に付近2メートルのコースを設置されている状況でございます。次に2、地域における公共交通整備について、1、地域住民の高齢化対策についてお答えいたします。
人口減少と超高齢化社会が進展していく中、今後の都市づくりの方向性といたしましては、都市機能を集約させながら公共交通でその拠点間を有機的に連携させるというコンパクトプラスネットワークの視点とその充実が必要と考えており、都市計画マスタープランと連動させた公共交通をはじめとした交通施策のあり方を示すべく、現在枚方市総合交通計画の策定に向けた取り組みを進めているところでございます。島田都市整備部長。はい。次に3、枚方市駅前再開発事業についてお答えいたします。まず本市と京阪ホールディングス株式会社総通との3社協定につきましては、本年11月に協定を締結いたしますとともに、市駅周辺再整備の実現に向けた検討を行うための連携会議を設置し、各外区における土地利用や事業手法および事業費等について検討を行っております。次に枚方市駅周辺活性化協議会につきましては、本年10月の協議会設立後、これまで幹事会を2回開催し、枚方市駅周辺の活性化の課題を共有するなど協議を行っております。また11月には本協議会の設立を内外に発信するとともに、市駅周辺再整備の推進を図るため、今後のエリアマネジメントについて考えるまちづくりシンポジウムを開催いたしました。さらに大阪府におかれましても、本市に加えて国京阪ホールディングス株式会社、北大阪商工会議所の参画によるワーキンググループを設置され、合同庁舎間を含む北河内府民センター等の在り方について検討を開始されています。中田君。それぞれ、ご丁寧な見解をいただきまして本当にありがとうございました。講演じゃあ2回目の質問に入るわけでありますが、講演の整備についてでありますが、残念ながらクッション材を使用した講演沿道については大阪府下ではあまり普及されていないようです。私はかねてより講演は自然と触れ合う憩いと健康の場であり、まさに幅広い世代の方が身近で利用できる場所でもあると言ってきました。健康を害してからではなく、健康なうちから公園で運動を楽しめば、要介護や疾病の予防、健康寿命の延伸、さらにはこれらによって医療費の削減につながっていくことが期待できるわけであります。このことからも再度お尋ねしますが、体に優しいクッション材を使用した、ウォーキングコースの整備について市の見解をお聞かせいただきたいと思います。井上土木部長。教育委員会におきまして、現在枚方市スポーツ推進計画の策定を進めておられ、策定に向けて実施された市民アンケートの調査結果において、実施しているスポーツはウォーキングが 47.1% と最も多く、スポーツの実施場所については公園、河川敷が 38.8% と最も多くなっている状況でございます。このことから市民の方の多くが気軽にスポーツができる場所として公園や河川敷を利用され、公園や河川敷が健康づくりの拠点ともいえる身近な存在になっていることを改めて認識したところでございます。これらを踏まえますと、今後の公園におきましては、スポーツを通じた健康づくりの発信の場として利活用しやすい環境の整備を促進しなければならないものと考えております。なお、クッション材は足への負担が少なくなるなど身体面へのメリットがある反面、運転時には滑りやすく耐久性が劣り、維持管理費も高くなるなどのデメリットもございます。特に公園にクッション材の使用を検討する場合、広場などの平坦な外周コースが好ましく、起伏のあります樹木の茂った沿路のコースでは滑りやすさや機能面の処理などから問題があると考えているところでございます。今後も引き続き公園の特徴を生かし、
健康づくりのための環境整備に向けて検討してまいります。中田議員。クッション材の採用については難しい面もあるようですが、可能な公園からも、から順次整備していただくよう要望します。次に公園の在り方についてその視点から質問します。私がよく利用しています葛葉東公園では、沿路の両端に側溝がありこの段差で足をくじいたりする恐れがあるため、改善が必要であると考えます。公園の在り方について市の考え方をお聞かせください。井上土木部長。葛葉東公園は昭和45年に開設し、沿路の側溝は当時に周計なども考慮して、自然石を敷き並べた仕様で沿路の排水用として設置されたもので、劣化が著しい箇所に改修を加えながら現在に至っているところでございます。その後、平成18年にバリアフリー法が制定され、都市公園の移動と円滑化整備のガイドラインが示されたことから、現在これらの定める基準に基づき公園施設の整備を進めているところでございます。このため沿路につきましては、高齢者や障害者の方が円滑に移動できるよう連続性の確保に努め、改良を図っております。沿路自体は車椅子を使用される方が円滑にすれ違いができる有効幅は確保されているものの、沿路の一部となっております側溝の部分につきましては安全面での配慮が必要と思われますので、暗渠化や蓋の設置など改良方法について検討してまいります。中田君に、地域における公共交通機関についてということで2回目の質問を申します。交通事業とまちづくりが連携した総合交通計画を現在策定中とのことでありますが、例えば葛葉駅と市民の森を結ぶバス路線ですが、単なる駅への連絡だけにとらわれず、近くのスーパーや医療施設、あるいは公共施設などを循環するような高齢者の行動パターンに配慮した路線設定も必要であるのではないでしょうか。これからはこのような視点が求められていると考えますが、市の見解をお聞きしたいと思います。井上土木部長。本市が目指すべき将来都市像を実現させていくためには、地域の公共交通を維持確保そして改善していくことが求められているところでございます。ご指摘の内容を含めまして、バス路線の再編の検討など持続可能な交通社会の実現に向けた取り組みを進めてまいります。中田君に、これからの少子高齢化社会では、従来型の行政施策を推し進めるだけでは都市間競争には勝ち残れないと考えております。市民の要求する移動というものを どのレベルで確保していくのかということをしっかりと考えていただき、高齢者が健康で安心して暮らせる枚方市を目指していただきますよう要望とさせていただきます。最後の枚方市駅前再開発事業についてでありますが、先ほどのご答弁で市駅周辺整備のさらなる具体化に向けた取り組みが進められていることは理解しましたが、総合文化施設の整備を契機に、まちづくりが連鎖的に始まろうとしている今こそが、市駅周辺のにぎわいを取り戻すチャンスと考えております。昨年度の建設常任委員会での先進都市研修で私は、東京都世田谷区の二子玉川駅周辺で実施された再開発地区を視察してきました。再開発事業が実施された二子玉川周辺地区は、二つの川に挟まれて、枚方市駅周辺と地形が似ております。また、鉄道乗降客数も、再開発事業前は、本市と同様、9万人ほどでありました。しかし、
再開発事業が実施され、駅前には商業施設や高層マンション、また1万人規模の事務所ビルの上にホテルが立地するなど、駅前はにぎわいにあふれていたわけであります。本市は京都、大阪の中間にあって、交通の便も良く、ホテルの誘致を求める声も多く聞かれます。また、市長も公約の中でホテル誘致を掲げられておりますが、いまだその動きは見えておりません。今の市駅前では、ホテル事業者もなかなか進出が難しいということもお聞きしますので、ぜひとも市駅前のにぎわい創出に向け、ホテル事業所から進出したくなるような市駅前再整備を早期に実現していただけますよう要望としております。以上で私の一般質問を終わります。これにて中竹貞和議員の質問を終了します。